茶子です。やっほー。来てくれてありがとうございます。さっきウップシュの公式から発表があったんですけど、15日まで延期と販売延期できることになりました。ありがとうございます。延長と今回のなんだっけな、このアイテム並べたんだけど、ディスプレイ選手権、今回のアイテムは今回でこの予約期間で終わりだから、ぜひこの機会にゲットしてください。並べてたらちょっと時間が遅くなっちゃって、こういう洋服を今僕やってるブランドで出していますっていうアピールしながら、今日は昨日行ったブレンド会をしたいと思います。そう、もともと稽古まで販売したいなっていう思いがあったので、15日まで伸びて僕は嬉しく感じております。ありがとう。でさらに前回より第1弾第2弾第3弾と比べて、今回は皆さんの反応が良くて、数字が伸びているので好評でもあり、伸びたことに僕はとても嬉しく思っています。ありがとうございます。じゃあ今日はジュースをいっぱい持ってるから、30分ぐらいみんなで飲み会しよう。ブレンド、ちょっとさ、今日こちらは僕のお友達の
カンタ君から誕生日プレゼントで、去年の去年、2年前の誕生日にもらったのをずっと使ってます。お願いしちゃおう。僕ね、好きなさご飯があるんだけどさ、これオートミールのシナモンアップル、アップル&シナモンのオートミール。みんなオートミール好きかな、美味しい。ずっとさ、僕ちっちゃい頃からオートミールで育ってきたんだけど、なんかね、本当はこれのメープル味とか4種類ぐらい入った箱があったりするんだけど、僕が一番好きな味はこのアップルシナモンっていう味が一番美味しい。ぜひ食べてみてください。あと2個、残り2個しかない。なんか紙袋のような、これは、これ僕、お母さんがこの前ヨナポートの時来てたんだけど、その時に買ってきてもらったけど、なんだっけ、Amazon とかでも売ってる。あ、オートミールクッキー食べたいな。にあと2箱ぐらいストックしてる。もし分かると思ってます。前も紹介したことがあるんだけど、ここはもうカルディとかに、そして今日は HT がさ、僕好きで、2個持ってるんだけど、ちょっとこれ飲んで飲んでみようと思ってます。後でまたパッケージ見せるね。ちょっと湯が沸いたから、
水が溢れ出した。よし、準備ができたので、まずは冷たいジュースからやってみようと思います。ちょっとお家にあるありとあらゆるジュースを持って集める。モンスターほうじ茶16茶ルイボスピーチティそう。コーヒー。これはちゃんとしたあれだ。これね、お母さんが来た時に飲んでた残骸。僕あんまりチューハイとか飲まないんだよね。炭酸苦手だから。もっとあるけど、ちょっと全部混ぜるつもりはないから、今日はこれをどうにか使っていこうと思います。僕ね、お酒さ、コンビニとかでさ、お酒さあるさ、だけどあんまりない、僕が飲みたいものないんだよね。ほとんどが炭酸だから。この前さ、ピーチウーロンがさ売ってたんだけど、一回しか見たことなくて、その時買えずに、気分じゃなかったから買えずに終わって、それからどこにもない。コンビニでもしお酒を買うってなった時には梅酒を買っている。僕はじゃあ今日の選抜紙5、こちらを主にブレンドしていきたいと思います。どうする、何飲みたい。何飲みたい、みんな何味。
グレープ、あ、これアセロラ、アセロラ、あ、じゃあ今目に入った、最初のに目に入ったのがみかん、みかんとぶどう、じゃあみかんぶどう混ぜようと思います。けどみかんぶどうって普通じゃない？ありそうじゃない？ある？ありそうじゃない？アセロラ混ぜてみよう。じゃあアセロラのブレンドあまりなさそうね。ちょっとハサミ取ってくるな。これさ、色で買ったんだけどさ、摩擦が強い、なんて言うんだろう、あんまり切れるんだけど摩擦が強い。ということでアセロラ、 TBC アセロラを開けていくと思います。1日分のビタミン C なんだって。エステティック TBC がプロデュースする美味しいサプリメント、ドリンク、コラーゲンの働きをビタミン C がサポート、体内で作られる際に大切な栄養素のため、コラーゲンにとってとっても頼もしい相棒。コラーゲンが入ってるみたい。コラーゲンはビタミン C と一緒に取りましょう。だって、これにビタミン C とコラーゲンが一緒に入ってるのかな。あまりこういうの飲まないから分かんないね。ここにもさ、あるんだけど、これは食物繊維、ダイエット系らしい。アセロラを入れておきたいと思う。入れていこうと思います。アセロラ入れてみました。ちょっとアセロラだけ飲んでみよう。アセロラとブドウ、アセロラとブドウ、いってみます。ちょっとさっき切りすぎたからさ、短く切ってもこぼれるやつはこぼれるっぽい。
なんかイチゴの匂いがする。ただのぶどう。なんかね、匂いは生のいちごの匂いがする。いちご味の匂いじゃなくて生のいちごの匂い。いちごの表面の匂いがする。で、ちょっとさっきブドウが強かったのか、けどアセロラが多かったんだけど、ブドウちょっと2対1ぐらいで入れて、なんかけどブドウさっきはただのブドウだったんだけど、ちょっとまたアセロラ足したら、美味しい。皆さん、これはおすすめです。多分ね、これを2個と1個、ダメか、3対1ぐらいがいいかもしれない。3対1すると、匂いはいちごの表面の匂い、味が、味がちょっとアメリカンな、体に悪そう 体に悪そうな味。けど美味しい。試してみてね。美味しいから。いや、一発目いい感じ。一発目めっちゃいい感じだよ。体に悪そうな味だけど、多分成分いい感じだから、多分大丈夫。コラーゲンとかビタミン C とか、なんかブドウ入ってるっぽいから。ゲータレードよりは、強い味。僕、ゲータレードも好きでさ、ゲータレードの中だったら、一番白い、濁った白いやつが好きで、それは、チェリー味のゲータレードが一番美味しい。今度どっかに見つけたら飲んでみてください。チェリー味のゲータレード。とりあえずこれを美味しく最後までいただきます。香りがいいね。で、次何しよう。これどうする？なんか開けちゃったけど一気に飲めないよな。じゃあみんな大好きか分かんないけど、どこにでも売ってるポカリセットだとみんな試しやすいかな。どこにでも売ってるポカリセットと何混ぜよう。
し、これいっちゃいます。ポカリとピーチブレンド、美味しそうじゃない？ミックスジュースみたいな。ちょっとこれの半分ぐらいまでとりあえず今入れた。ここのぐらいで、でこちらいっちゃいたいと思います。ねえ、それ美味しそうよね。3と1ぐらいの割合で入ってるかな。3と1。飲んでみようと思います。匂いは飴玉を舐めた時の、ここに飴玉があるとしたら、ここら辺の味、匂い、飴玉がここにあったらちょっと唾液と混ざって薄まったぐらいの、ここら辺にある匂いの感じがします。味は味はなんかよくわかんない、あんまりピンとこない感じです。とりあえず物足りない感じです。僕は美味しくないわけではないけど、これ飲むなら飴玉食べたい。飴玉1個でどっちこれの味も堪能できると思う。じゃあまだいっぱい残ってるんだけど飲んでみようと思います。あ、なるほど、何か足せばいいのか。何足す？桃とポカリ、アセロラ、セロラをちょっと入れてみました。1とこのぐらい、あ、このぐらいになってたのがこのぐらいになった感じ。
これはいいかも。さっきのよりちょっと酸っぱさが加わったから美味しい。いや、なんか味が強くなった気がする。ちょっとグレープも入れちゃおう。ポカリとピーチブレンドとアセロラにブドウ。このぐらいあったのがこのぐらいになった。やっぱりブドウは主張が強い。ブドウを入れるとブドウって感じ。まあとりあえず今のどうだったよっていう感想を言うと、これを買ってこの3個を買って混ぜるのは労力の無駄です。やらない方がいいと思う。まあやらんか。さっきのね、あれ？さっき何混ぜたっけ？ブドウとアセロラ。ブドウとアセロラは美味しかった。これさ、あんまり見かけないからさ、多分皆さん見つけきれないんだよ、あんまり。多分知らないけど、けどさっきのはやっぱ美味しいかも。コラーゲンとブドウ。じゃあ今日の最後には、決めよう。一番美味しかったの。じゃあちょっとお茶系いってみよう。ちょっと舞茶のアールグレイ茶が今持ってるから、アールグレイをと思います。ちょっとアールグレイは自信持って強気でいっぱい入れてみた。やっぱピーチかな。ピーチティー的な。ピーチアールグレイティー。ブドウとか合いそうじゃない。このピーチもさ、いろいろブレンド、すでにブレンドされてるからさ。ブドウ味を。これはぶどう。
れは匂い的にはブドウが合いそうだな。ブドウアールグレイ入れてみようと思います。ちょっとブドウは主張が強いから、ちょっとだけ。もうちょっと入れてみます。なんかね、ブドウってさ、単体で食べるとさ、めっちゃなんかさっぱりしてる感じがあるんだけど、このさ、アールグレイに入れたら、ブドウの皮を剥いで表面を指で触ったみたいな感じの食感、食感、体感がする。あ、けど犬の匂いもするかも。犬の匂い。懐かしい、ジェイデンとシーナに会いたい。ドッグフードの匂いがします。難しい。ちょっとジュースの味がしなくなってきた気がする。あんまり味がしない。打ち消しやったら味がしなくなるんだ、きっと。そうだ、それだ、それだ。味がない。ちょっと張り切っていっぱい入れちゃったので、これは飲めない。あ、これにいろいろ足せばいいのか。空気が、体の空気が暴れております。ちょっとアセロラで口直しし、ちょっと待っといてよ。飲んでくるから。飲んでくるから、ちょっと待って。それでさ、ちょっとさ、試したいことがさ、できたんだ。コーヒーを美味しくしたい。どうした方がいいと思う？
オレンジ風味のコーヒー作りたい。よくあるじゃん、オレンジ系。それをお家で作れるかっていう検証。よくね。ね、オレンジコーヒー。見よう。ちょうどオレンジ見つけた 用意してたんだけど、ノンスイートとノンシュガーとエスプレッソ、どっちがあれなのかな、黒いの、味が。ノンシュガー、ノンスイート甘くない。あ、ラテはミルクが入ってるから微妙か。エスプレッソとノンシュガこれはエスプレッソにミルクを加えた。ミルク入ってるから、あ、こっちにしよう。エスプレッソとオレンジ混ぜたいと思います。え、ノンシュガーがいいのかな。ミルク入ってるの方がいいのか。じゃあミルク入ってるやつにしてみよう。僕が好きな色のノンスイート、こっちにしようと思います。そうだね、少しだけ使ってみる。また犬の匂いがする。ちょっとさっき飲んでた、これは伊右衛門入れようと思います。あ、違う、伊右衛門を、いい感じ。お茶って除菌作用があるから、多分これでいきたいと思う。このくらい入れてみました。してオレンジ。
レンジってどのくらい入れたらいいのかな。このぐらい入れて、このぐらいオレンジ入れた。4対1ぐらいか。これって入れすぎない方がいいのかな。じゃあちょっと飲んでみようね。しかもさ、これさ、常温だったんだよね。ちょっと失敗しちゃったな。香りはちゃんといい感じです。ちゃんとコーヒーの匂い。ね、飲んでみようね。オレンジ入れすぎた。これはいい感じになった。美味しいです。最終的にいい味になった。あのね、最初4対1ぐらいで、これゴミ箱にしようね。4対1ぐらいで、このノンスイートのコーヒーとオレンジジュースを入れました。するとオレンジの味が強すぎ。だけど、これ全部入れて、オレンジを6対1、6対1ぐらいがいいかも。6対1ってわかる？ 5 対1。そもそも6対1ってあるのかな、数式。ちょっとオレンジの私もいるよぐらいの感じがベストです。ちゃんとオレンジの訴えも聞きつつ、コーヒーでオレンジを溺れさせた感じがめっちゃいい。
オレンジけど、これめっちゃいい。今日の VIP。 もっとオレンジ薄くてもいいかな。そうそう、オレンジ味のコーヒー好きですか？あなた。好きですか？あなたはオレンジ味のコーヒーが好きでしょうか？そうすると、この組み合わせ、お家で作るオレンジコーヒーはいい感じです。これはこれは満足です。ちょっとお口直しし、フルーツティーコーヒーってな、フルーツ、確かにミルクなくてもよかったかもしれないね。じゃあ今度やってみてください。必要な材料はミルクなしのコーヒーとこれ、そしてその味を出すにはこの水筒はしかありません。皆さん、ぜひご購入を。そうです。この水筒以外にも出せるはずです。が、僕はこちらをおすすめします。なんといっても可愛いので。じゃじゃん。いい感じよ。僕一番気になってるのがこれなんだよね。美味しそうだから買ったんだけどさ、まだ飲んでない。じゃあもう今日はさ、あんまりやりすぎると記憶がまばらになっちゃうと思うから、今日はこの辺で終わろう。このさ、ピーチティーの飲み比べもしたかったんだけど、また次回するね。でかい、更新しちゃった。アセロラぴょぴょって入れたらもうちょっと酸味が強くなって美味しい。こっちの方が、いや、最後の最後に更新しちゃいましたよ。ぜひ皆さんもやってくださいね。MVP、MVP、VIP。
よし、終わりましょう。じゃあ今日はブレンド会ということで、皆さん楽しめていただけましたでしょうか。そしてあのウップシュも今日までだったんですけど、15日まで伸びることになったので楽しかった。ぜひこの期間に悩んで、もし欲しいってなったらゲットしてください。それでは今日はありがとうございました。またね。バイビー。